今回は波動の基礎である回避についてお伝えしていきたいと思います。通常波動のライフは自分の体の少し前にあります。大きさはだいたい肩に収まるサイズです。左右に移動すればライフも体についていくため、体全体を動かして回避していくことが大切になります。避けるための3ステップ。1、立ち止まらず左右に動く。コート全体を広く使うようにしましょう。2、体を柔軟に使い上下に動く。しゃがむなど動きの幅を増やしましょう。3、背骨を使って上半身で動く。その場で避けられるように止まって避けましょう。この3つを基本に自分に合った回避を見つけていきましょう。